参ったね。どうしたん？プリクラ撮りたいなと思って、うん、おじさんが何言ってるのかしてますけど我々アフタースクールというチャンネルじゃないですか、うん、よく考えたら全然放課後っぽいことしてないなとやっぱ放課後といえばねプリクラなんですよ。だから今日はねちょっと千葉駅の方にやってきたんですけど、うん、まあ今ちょうど放課後でですね、うん、高校生とかをいっぱい歩いてるということで女子高生に、うん、一緒に撮ってくれませんかと、うん、おじさんお願いしようと思います。プリクラの思い出をね作りたいと思います。はい、はい、思ったより全然撮らない、ね、潮目があるからね人の流れって。ちょっともうちょっと粘ってます。放課後千葉駅でやることって何かありますか？遊ぶときにやること。カラオケ。その他にはプリクラ。プリクラを10年ぶりぐらいに撮りたいなと思って千葉に来たんだけど、ちょっと一人じゃ勇気が出ないので、じゃあおじさん2人で撮っちゃうと悲しいんで、もしねよかったら、ね、千葉の JK たちが一緒に撮ってくれたらなと思って。どう？この記念にちょっと一緒に撮る。いいですか？OK です。めちゃくちゃ優しい。うん、じゃあ中は俺撮ってくる。これはこの機種は何がその盛れるというか目が大きくなる。いいですね。最新ですよこれ。これ最新なんだ。じゃあまあピンク。これ中全部がブースってことだ。ありがとう。おお広い。めちゃくちゃすごいね。何これ言ってましたよ。これ何？何だこれ。何だ。ありがとう。あ、広い。落書きルーム広い。これ子供になる？子供になる。ま、あ、本当だ。すげえ。目の濃さって。日本か。日付ぐらいしか見えない。古い。古い人間だなマジで。めちゃくちゃ二人にねレクチャーしてもらいながら撮ったよ。正直どう思いますか？急にあの僕プリクラ撮りたいんだったら。頭おかしいよ。協力していただいたので優しい二人でした。ありがとうございます。めちゃくちゃ優しかった。いい子たちだったけど、うん、とりあえずやっぱ困惑がすごかったよ。向こうから伝わる。徐々に打ち解けたのかなというふうには僕はちょっと思ってます。基本的に何なんだろうこの人っていうのはずっとあったと思う。二人は別人よ。本当だ。マット化とかよく言うけど、うん、大げさじゃなくそれだよ。確かに。やっぱ10年ぶりのプリクラは相当進化した。おじいちゃんにパソコンを教えるみたいな。いやマジそれだわ。うん、おじさん飛び越しておじいちゃんぐらいの感じでしたね。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。